佐々木隆之と吉田富蔵佐々木隆之は日本の医学者。専門は生科学、内科学、実験主要学、学士院賞受賞、文化勲章受賞。生前、1935年、1936年、1939年、1941年にノーベル生理学、医学賞の候補に挙がっていたものの受賞を一している。東京生まれ。 ランポー医、佐々木東洋の養子師である、佐々木正吉の養子師、ドイツ学協会学校卒業後、東京帝国大学卒。ドイツに留学し、ストラスブルク大学生科学ホーフマイステル教授、ベルリン大学科学、フィッシャー教授、ベルリン伝染病研究所、ベルリン病理学研究所、細菌血清学モルゲンロート博士、ベルリン大学内科室、フリードマン教授らに学ぶ。 この間、不眠症で休養し、かつフェンシングを開始。帰国後壊れて、京都帝国大学内科学教授に就任。1916年、佐々木東洋が設立した、安塚モドー委員長。1924年、タンパク質及び、これを構成するアミノ酸の細菌による分解と、アミノ酸の合成に関する研究により、帝国学士恩師賞受賞。 1935年、がん研究会ガ研究所所長。1936年、吉田富蔵とともに、オルトアミノアゾトルオリの傾向投与による肝臓がん発生の実験的研究により、再度学士院ン師賞受賞。1939年、資材を寄付し、財団法人、佐々木研究所を設立、理事長兼研,研究所長に就任。1940年、 文化勲章受賞。1951年文化功労者。ありがとうございます。